はい、こんにちは、タカです。昨日のそば一気にドルに買い戻し、ドル買いの流れが起こりましたけども、かなり強い買い戻しだったと思いますけども、この買い戻しにしっかり備えることができたかどうかというのが、大きなポイントだったんじゃないかなと思います。昨日は BOE と ECB という2つの大きなイベント、政策金利の発表がありましたけども、これで大きなイベント今週なんとか通過したんじゃないですかね。あとは金曜日にアメリカのメジャー SQ がありますけどね、これで一つ大きなイベントは終わりかなと。今週は重要な指標ラッシュでしたけども、この指標を乗り越えて、じゃあ今週どうなったのかというところをまずは見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルは相変わらず売りの流れがしっかり見えてますね。僕はチャートはすごく弱いとは思いますけども、ただ現在は僕は流れが止まって調整局面と見てました。レンジの安値圏での攻防という形を意識していたんですね。ただ今週の火曜日、水曜日ですね、CPI と FOMC でだいぶドル売りが来ました。このドル売りという流れが直近安値を少し割り込んでいましたんで、こういったね、安値を更新していく動きがあれば、これはドルを売っていく流れというのが一つ見えていたとは思います。ただ安値更新している割にそばの方が走らなかったんですね。少し底堅い動きも見えていたわけですけども、ただ買い戻しがなかったんですね。ですからそのあたりはどうなのかなとか思いながらもずっと見ていたわけですけども、これに一つの決着つけたのが昨日の冷やしだったんではないかなと。下のサポートがこれではっきり見えたんではないですかね。もともと僕はここをレンジと見ていましたんで、これだけしっかり買いが入ってくれば、次の流れっていうのはレンジの下から上までの流れですかね。別に大きな波の反転をまだ見ているわけではないですけども、サポートが見えてしまった以上はドル買いっていうのは強く意識したいところです。もちろんまだ戻り売りなんかをね、見ていくような状況もあるかと思いますけども、一旦はレンジ上限を目指した買いの流れというのを意識したいと思います。相変わりまして、こちらが通貨の強軸チャートになります。昨日はよく動きました。CPI のあった火曜日、FOMC のあった水曜日よりもよく動いてるんですよね。なぜこんなことになったのかというと、これは BOE や ECB にサプライズがあったわけではないんですよね。むしろ動きにくかった今週、ようやくイベントが通過したことで、動きやすくなってきたんではないかなと思ってはいます。動きやすくなった結果、ドルに買いが入ってきたということになりますんでね、これはドル買いやっぱり見たいところですね。そしてドルに買いが入ったわけですから、他の通貨には売りが入りやすくなります。そんな中で、昨日のそばですけども、円、ポンド、5ドル、この辺りに売りが入りました。強弱の差を見ていくんなら、この辺りの通貨は注目したいところですけども、昨日ユーロ強かったですね。なぜこんなにユーロが強いのか、これは ECB ですね。ECB は来年にもこの 0.5% の利上げというのをね、少し匂わせた発言がありましたんで、それで強い流れも出ているんだと思います。ただこれは僕はもういつも言いますけども、背景は何であれね、買いが入ってきているという今のこの事実に自分は注目はしたいですね。そうなると強いドルに対して強いユーロという流れが出てきてますんで、ユーロドルは少し難しい動きになってきそう。基本的には強弱の差を見ていくのがいいのかなと思いますし、今はドルが動いてますからね、ドルをメインに考えたいところでもあります。強いドルに対して弱い円、弱いポンド、弱い5ドル、この辺りの流れというのはね、今日だけではないですかね、来週に向けた流れというところを少し意識して見ていこうかと思います。相変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円の週足環境を見ていくと、まだ大した動きはしてないんですね。まだまだ初動の動きかとも思います。上昇トレンドの調整局面、波の起点割り込んでいるわけではないですけども、サポートが少し見えてきましたね。流れが止まりやすそうなところでしっかり流れが止まったということになります。押し目買いという形もこれは全然ありそうですけども、ただ気をつけたいのは、この押しが深かったことによって、高らかなの売りのトレンドも見えていることですね。まだ波の反転見えているわけではないです。流れが止まってますから、調整の形も見ていくことになりますけども、この調整の戻りの高値が見えてないですから、見えていないうちはロングでも全然いいと思うんですけどね。ただ見えてくれば上値が重い状況も見えてくると思いますから、自分はこういったレンジそばというのをまだ見ていくことになるかと思います。ドル円は調整レンジを強く意識という上位足の環境があるんですよね。ただレンジは見たいんですけども、高値がまだ見えてないですから、その間はロングは見ていけるという状況です。週足レベルの抵抗体がはっきり見えてくるにはどうしても時間かかりますんでね、この辺りは短期足で見ていくしかないわけですけども、上位足、週足環境を見ていくとまだまだ難しい相場というのは変わらないですね。ですからイケイケどんどんで買っていけるような相場というのが上位足にあるわけではないという点を押さえておきたいですね。少なくとも戻りの高値、142円とか141円、この辺りは抵抗も強く出てきそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただまあ、冷やし環境を見ていくと、底堅さがはっきり見えた、そんな1週間になってきそうですかね。サポートラインが134円。これに対して下の方試したのが今週の CPI、そして FMC だったかと思いますけども、結果抜けなかったですね。2回安値を試したということになりますけども、その結果抜けなかった。ですから次は上を試すという、まあ、よくあるパターンといえば、すごくよくあるパターンではあると思います。この辺りをレンジと見ていくんなら、今の現在地はまあレンジの高値圏ですからね、今ここで流れが止まってますけども、ではこの流れが止まっている理由というのも見えてきますね。まあ、高値だから少し売りが強く出たのかなと。まあ、過去を見ていると、冷やしの抵抗ラインがこの辺りに見えてきますよね。この辺りはまあ抵抗になっていて流れが止まっていると。抜けた後は今度はレジスタンス。まあ、ロールリバーサルでこう少し抵抗が出てるんですかね。明日から買っていた人にとってはまあ一つのリルバにはなってはきそうですけども、ただようやく今週動きやすくなりましたんでね、これで止まるかどうかというのは少し疑問も残ります。まあ、ようやく大きなイベントも全部通過しましたんでね、その結果、まあ、ドルには大きな売りが入っていたわけですけども、こう売られきらなかったですからね、底堅さというのも見えていますから、少しまあこの反発の形、強く意識したいところですかね、大きなレンジなんかも合わせて考えていくと、少し波のサイズとしては小さいかなと、もうワンサイズ大きな戻りが入ってもいいのかなと個人的には思います。すると目の前の壁なんていうのは僕はもう抜けてきてもおかしくもないかとは思いますけどね。ただこの動きが今日起こるかどうかというのは少し難しいところで、僕はこれ来週に向けた動きというふうに捉えてもいいんではないかなと思うんですよね。まあ、短期的なダブルボトムという形もこれで見えています。目の前の壁というのはネックラインにもなってもいますんでね、超えるにはそれなりの抵抗にもなってくるとも思いますから、少し足場なんかを作ってくれるととてもチャートとしては分かりやすい値動きになってきますけども、これがどうなりますかね。今日だけではない、来週に向けた環境というのも見えているとも思います。意識としてはドル買い、ドルの強さはこれも見たいところですけどね、ただ上の方で買うような展開では今はないですよね、抵抗体にぶつかってますんで、買っていくんなら下から、ということはこのサポートを探していくというのが今日もしくは来週の仕事ということになってくるんじゃないかとは思います。まあ、こういった抵抗体でね、まあ、抵抗もなくスルスルと、上がっていかれてしまうと、これはなかなかまあついていくのは大変かと思いますんで、推しがあればというところをね、まあ、今日は見ていくことになるんじゃないかとは思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。138円というのがまあ一つの壁になっているわけですね。この抵抗に対して強い買い戻しが入っているわけですけども、まあ、すごく強い抵抗体、上位足の環境を見てもネックラインにもなっていますから、それなりの足場、抵抗を受ける形は想定はしておきたいです。そうなると上の方では買いたくないですね。まあ、スルスルいかれてしまったら少し難しいかと思いますけどね。ただ今の時間もようやく少し流れも止まりつつあります。収まりつつもありますんで、まあ、このまま抵抗になってくるんなら足場作りというのを強く意識してもいいのかなと思いますけども、どうでしょうかね。ということはまあ上の方では買いたくないわけですから、まあ、注目したいのは下のサポートがどのあたりにできるのかというのを値動きで見ていくことになるんじゃないかと思います。昨日なんかこう強い戻りが入りましたけども、直近の高値抜けとかね、あとはここの一旦の足場とかですか、こういったのは積極的に買っても面白かったと思いますけども、今はもう抵抗出てきてしまってますんでね、注意深く見たいところですね。ただまあドルの強さ、目線ログというのは今も変わってはいません。ただ上の方で買いたくないというだけですからね、一旦この下のサポート探しというのはね、今日の最初の仕事として見ていこうかとは思います。相変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。下がれば買いが入ってきていたダウですけども、少し苦しい形見えてきてしまいましたがね、サポートラインを少し割りつつあります。まだこれだけをもってブレイクというふうに見ていくのは早いかもしれませんけども、今日も安値更新という形が起こるとちょっと苦しくなってきそうですね。高値圏のレンジそばの形を見ていたわけですけども、CPI、そして FMC と何度かこう上を試したんですけども、抜けきらなかった、その反動ですかね、上を試してダメだった、その結果下を試して、まあ、そして抜けてきたという状況です。あまり逆張りをこう意識したい値動きでは僕はないように思いますけどね、むしろ抜けてくる動きに警戒をしたいところです。抜けてくれば次の波の起点はだいぶ下にありますんで、少しこう売りは強く出てきてしまうかもしれません。まあ、冷やしレンジの安値圏、抵抗はすごく受けやすいところだと思いますから、すんなり抜けるかどうかはわからないですけどね、安易なロングはちょっと怖い流れになってきましたね。少しこう押しに警戒をしたいと思います。相変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。ダウに比べると僕は日経平均の方が上値の重さを見ています。サポートをすでに割っているからですね、売りの波が見えているわけですから、今回のこの売りに関しては戻り売りという形も見えています。直近安値がまだ下にありますから、この辺り抵抗を受けそうですけども、ただこのサポートを割れているという動きがあるだけに、上昇トレンドはすでに崩されていますからね、波の反転もある程度こうはっきり見えていますんで、すごく強い抵抗が見えているというわけでは僕はないように思いますんでね、昨日の売りで一つの決着ついてしまったのかなと、戻り売りが入ったということになりますんで、安値割れ、これを十分警戒して見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが金のCFD、1時間足に冷えを重ねています。ドルとの逆相関という環境ですかね。ドルの方に買いが入りましたので、金の方に売りが入りやすいというのはこれはもうわかるんですけども、もともと金というのは上昇トレンドを見ています。ただ今は流れが止まって調整局面ですかね。今回のこの売りによって調整レンジがある程度はっきり見えたんではないかなと思います。レンジの高値が1820ドルの手前あたりですかね。対して下のサポートは1730ドルあたり。今少しドルの買い戻しという動きが見えてきましたんで、金に関しても上値の差を見たいところですね。ひとまずレンジが見えてるわけですから、レンジの上から下までの売りの流れを想定してみたいところです。レンジの中にもう少し小さなレンジができているという見方でもいいと思いますしね。こういう小さなレンジ見てしまうと今の現在地レンジの安値圏ですから、少しこの下のサポートを抜けていくのには時間はかかってくるかも。今日すぐにすんなり売られるかどうかというのは別問題ということですね。ただ来週に向けた動きなんかを見ていると、それでも上値の重い状況は出てきやすいのかなと思います。金に関してもドル買いに少し意識を持っていきたいですかね。上値が重い状況というのを想定してみていこうかと思います。はい、ということで、今日に関してはやっぱりドルが意識したいところですけども、今ドル円は上の抵抗にぶつかっているところになりますんでね、すぐに決着が今日つくかどうかというのはこれはわからないところでもあります。ですけども、いい買いが入ってきました。下落トレンドの流れが止めたということにもなりますんで、調整の戻り、これは期待したいところですね。今週は大きなイベントがたくさんありましたんでね、すごく手を出しにくい相場だったとも思いますんで、年末に向けてようやく流れが見えてきたのかなと。自分はもうドルがいいですね。サポートもはっきり見えてますから、このサポートを割ってくるまでは強いドルというのを中心に年末までは見ていこうかと思います。そうなると今見えてるこの小さな抵抗なんかは抜けていけばいいのかなと。目標としては142円というのが一つ見えてきます。ですから今日だけではなくて来週に向けた動きですね。底堅い動きというのを意識しながら買い場を探っていこうかとは思います。はい、あとはドルですけどもね、このドルもレンジの下でサポートされたという形で自分は見ていこうかと思いますんで、ひとまずレンジ上限、直近高値ですね、この辺りまでまだ上げ余地もありますんで、全然ドルを買っていく流れはあるんじゃないですかね。大きな波の反転なんかを見ているわけではないんですけども、サポートが見えましたんでね、レンジの下から上までの買いというのを少し意識したいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。